い、皆さんこんにちは。今日は竹やぶこびとを捕まえに行っていきます。竹やぶこびとはいろんなところにいるので難しいと思いますが、見せてあげるもさ、じゃん、竹やぶこびと、体重23センチ、大きめのオス。オスとメスが交尾すると卵は変な形。オスは小さいけどメスは大きいっていう虫の仲間です。クモを食べて生活する。だって虫なの、トモくん。虫ちゃうで、この人。ここじゃなくてもこことか最初見てどうかな、ポイントだけど。いないな。ここか、いない。あ、虫かごか。できた。じゃあ竹やぶこびと探していこう。こういうところにいないか。下はどうだろう。下いる可能性 100% ある。うん、見た。見たって言ってますよ。どこで見たんですか？お母さんの部屋の前、この魚になんかあったんだけど、ね、あれかなと思ったんだよって言ってた。行ってみよう。ここか、お母さんの部屋って。そうですか。あ、間違った。竹やぶこびと、ん、何これ。え、もう見つかった。え、もう見つかった。あ、違うか。何やった。何これ。花やぶきこびと。竹やぶこびとではない。花やぶきこびとだな。同じところにいるけど別のこびとですね。まだこれは幼虫なんで戻しときます。竹やぶこびと難しいんだよ。あれ、竹やぶこびとっていうか、ヘビみたいでウナギみたいな形してるこびとだから、ヘビと間違える人はダメですよ。僕、竹やぶこびとって、ウナギかぶこびとみたいに噛むんですけど、私みたいな天才になると、これぐらい余裕なんです。見てください。まあ、ちょうちんあんこうこびとも捕まえたいんですけどね。ちょうちんあんこうこびとは、この下とかにいるんですけどね。これ何こびと？何こびと？これ何こびとや？ああ、花ゆべのこびとだ。花ゆべのこびとじゃないね。これ花ゆべのこびと。花ゆべのこびと。あ、あれ、花ゆべのこびとか、ムランクこびとだ。ちょうちんが丸っこいのが、花ゆべこびとで。花夢こびとは提灯が三角だけど、丸い
丸いんぐるぐる丸かな、これ。ちょうちんが丸いから。あー！丸いんぐるぐる丸だ！丸いんぐるぐる丸ゲット！なにこれ？みかんだ！うえー！うめえ！おいしくねえ。で、これ、こび、ただこれ、こびとや、みかんこびと。みかんと混ざってて噛んじゃったんだ。ごめん、こびとさん。ごめんね。あ、こっか？なの。どうですか？食べましたか？こっちか？なんか、うん。これで見分け方は顔に花があるのが花があるのが竹やぶこびと、花がないのが花やぶこびと。これ花があるから竹やぶこびとや、竹やぶこびとゲットです。観察したいと思います。ないか、こぶとに、どん、あ、いた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 、あーて、こぶと、こぶと、小人がいなくなった。寂しい。逃がしちゃった。すいません。いた。あれ？これ何小人？竹やぶ小人？歩け飛びと？むか小人？塗り壁小人？あ、これ塗り壁小人だ。まあ捕まえて。はい。みなさん、この動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、コメントの動画を見てくれたら面白いので、見てください。じゃあ、さようなら。